芥川龍之介作、ネズミ小僧次郎吉。一、ある初秋の日暮れであった。汐留の船宿、伊豆屋の表二階には、遊び人らしい二人の男が、さっきから差し向かいで、しきりに研修を重ねていた。 一人は色の浅黒い小太りに太った男で、型のごとく結城の一獲物に八胆の平ぐけを締めたのが、上に羽織った小渡り銅山の斑点と一緒に、その苦み走った男ぶりを一層いなせに見せている趣があった。もう一人は色の白い、どちらかといえば小柄な男だが、 手首まで掘ってある彫り物が目立つせいか、のりの落ちた小便慶のひとえ物に、そろばん玉の三尺をぐるぐる巻きつけたのも、行きというよりは、むしろすごみのある、自堕落な心持ちしか起こさせなかった。のみならずこの男は、役者が二三枚落ちると見えて、相手の男を呼びかけるときにも、始十、 親分という名を用いていた。が、年配はかれこれ同じくらいらしく、それだけまた世間の親分子分よりも打ち解けた工場が通っていることは、互いに差質を差つする杯の間にも明らかだった。初秋の日暮れとは言いながら、向こうに見える唐津用のマコ壁には、 まだ赤赤と入り日がさしてその日を浴びた一株の柳がこんもりと葉陰を蒸しているのも去って間がない残暑の思い出を新しくするのに十分だっただからこの船宿の表2階にも吉戸こそもうか,らかみに変わっていたが江戸に未練の残っている夏は手すりに下がっている伊予すだれや いつからか床にかけ残された墨絵の滝のかけも物や、あるいはまた、二人の間に並べてある禅の水貝や荒いなどに、まざまざと尽きない名残を示し,していた。実際、往来を一つ隔てている掘割りりの明るい水の上から、時たまここに流れてくるそよ風も、 びくんを帯びた二人の男には、はけ先を少し左へ曲げた、水紙の瓶を吹かれるたびに、涼しいとは感じられるにしたところが、毛頭秋らしい嘘寒さ,さを覚えさせるようなことはないのである。ことに色の白い男の方になると、こればかりは冷たそうなかけ守りの銀鎖もちらつくほど、 思い入れ小便慶の胸を広げていた。二人は女中まで遠ざけてしばらくは何やら密談にふけっていたがやがてそれも一段落ついたと見えて色の浅黒い小太りに太った男は無造作に直を相手に返すと膝の下のタバコ入れを取り上げながら「というわけでの。 俺もやっと3年ぶりにまた江戸へ帰ってきたのよ。どうりでちっとお帰りが遅すぎると思っていやしたよ。だがまあ、こうして帰ってきておくんなさりゃ。古文小方のものばかりじゃあねえ。江戸っ子一等が喜びやすぜ。そう言ってくれるのはてめえだけよ。へへおっしゃったものだぜ。 色の白い小柄な男はわざと相手をにらめると人が悪そうににやりと笑って「小花姉さんにも聞いてごらんなせまし」「そりゃあねえ」「親分と呼ばれた男は女心型のキセルをくわえたままわずかに苦笑の色を漂わせたがすぐにまた真面目な調子になって」 だがのう、俺が三年見ねえ間に、江戸もめっきり変わったようだ。いや、変わったの変わらねえの。岡場所なんぞの寂れ方と来ちゃ、まるで嘘のようでございますぜ。こうなると、年寄りの言い草じゃねえが、やっぱり昔が恋しいのう。変わらねえのはわっちばかりさ。へへ。 いつになっても必んだ。小便家の浴衣を着た男は、受けた杯をぐいっとやると、その手ですぐに口の端の雫を払って、自らあざけるように眉を動かしたが、今から見りゃ、三年目はまるでこの世の極楽さね。ねえ、親分、おめえさんが江戸を産んなすった自分にゃ、盗すっ とにせあのねずみ小僧のような石川五右衛門とはいかねえまでもちっとはにらみのきいた野郎があったものじゃございませんか。とんだことを言うぜどこの国に俺と盗っ人とを一つ扱いにするやつがあるものだ。当山のはんてんを引っかけた男はたばこの煙にむせながら思わずまた くしょうを漏らしたが、てっかな相手はそんなことに頓着する景色もなく、手酌でもう一杯引っかけると、そいつがこのごらごらんなせいケチな稼ぎをするやつはほうきではくほど癒やすけれど、あのくれえな大泥棒はついぞ聞かねえじゃございませんか。聞かねえだっていいじゃねえか。国に盗賊。 家にネズミだ。大らばなんぞいねえほうがいい。そりゃあいねえほうがいい。いねえほうがいいにゃあちねえごぜいませんがね。色の白い小柄な男は、彫り物のある肘を伸べて、親分へ直を刺しながら、あの自分のことを考えると、 妙 <laughs> なものでぬすっとせえ懐かしくなってきやすのさ。せんこくご承知にはちげねえがあのネズミ小僧という野郎は心意気が第一うれしいや。ねえ親分。嘘はねえぬすっとの尻おしにゃこりゃばくちうちがもってこいだ。へ <laughs> へこいつは一番恐れべか。と言った。 ちょいと小弁慶の肩を落としたがこちらはたちまちまた元気な声になって「わっちだって何も盗っ人の肩を持つに当たらねえけれどあいつは懐のあったけえ大名屋敷へ忍び込んじゃお手元金というやつをかっさらってその日に追われる貧乏人へ恵んでやるのだと言いやすぜ」「なるほど善悪には二つはねえがどうせ盗みをするからにゃ」 冥利にこのくれえな陰徳は積んでおきてえとね。まあ、わっちなんざ思っていやすのさ。そうか、そうききゃあ無理はねえのいや、ネズミ小僧という野郎も、海大町の裸松がひいきになってくれようとは、夢にも思っちゃいねえだろう。思えば妙がなぬすっとだ。 色の浅黒い小太りに太った男は相手に直を返しながら思いのほかしんみりとこう言ったがやがて何か思いついたらしく応用に膝を進めると急に晴れ晴れした微笑を浮かべて「じゃあ聞きねえ俺もそのネズミ小僧じゃとんだお茶番を見たことがあっての」。 今でも思い出すたんびに腹の皮がよれてならねえのよ」。親分と呼ばれた男はこういう前置きを聞かせてからまたゆうゆうとキセルをくわえて夕日の中に消えてゆくたばこの煙の輪と一緒に次のような話をし始めた。2 ちょうど今から三年目。俺がボンゴ座の上の盾引きから江戸を売った時のことだ。東海道にはちっと差しがあって、道は悪いが甲州街道を見延まで出にゃならねえから、忘れもしね極月の十一日、四つ屋の荒木町を振り出しに、とうとう旅ガラスに身をやつしたが、 なりはてめえも知ってたとおり、結城紬の二枚重ねに、一本どっこの博多の帯、道中差しをぶっこんでの、かわいろのはんがっぱにすげがさをかぶっていたと思いねえ。もとよりふりわけの氷のほかにゃ、道連れもねえ一人旅だ。きゃはんわらじの足ごしらえは、見てくればかり軽そうだが、 当分はお膝元の日の目せお拝まれねえことを考えりゃ。実はきもめっての古風じゃあるが、一足ごとに後ろ髪を引かれるような心持ちよ。その日がまた意地悪く、底冷えのする雪曇りでの。まして甲州街道は、どこの山だか知らねえが、一面の雲のかかったやつが、 枯れっぱひとつがさつかねえ桑畑の上に屏風を立ててよ。その桑の枝をつかんだ日はも寒さ,さに喉を痛めたのか、声も立てねえような居手方だ。おまけに時々身を切るような小仏おろしのからっ風が、やけにざっと吹きまくって、横殴れにカッパをあおりやがる。こうなっちゃいくら威張っても、 旅慣れねええどっこはかたなしよう。俺は菅笠の淵に手をかけちゃ、今朝四谷から新宿と踏み出してきた江戸の方を何度振り返ってみたか知れやしねすると、俺の旅慣れねえのが通りがかりの人目にも気の毒たらしかったのにちげねえ。府中の宿を外れると、堅ぎらしい訳男が、 後ろから俺に追いついて、口まめに話しかけやがる。みりゃ、今の河童にすげがさは、こりゃ、お定まりの旅自宅だが、色の冷めた銅山の風呂敷を首へかけの、洗いざらした木綿島に、ハゲちょろけの小倉の帯、右の小瓶にハゲがあって、顎の悪くしゃくれたのせいよ余震場風には吹かれねえでも、 懐の寒そうなご認定だ。だがの、見かけよりは人はいいと見えて、親切そうに道中の名所戸籍なんぞ教えてくれる。こっちは元より相手星やだ。おめえさんはどこまで行きなさるわしは甲府まで参りやす。旦那はまたどちらへわたしは何 参りさ時に旦那は江戸でござりやしょ江戸はどの辺へお住まいなせますかやば町の植木棚さお前さんも江戸かいへえわしは深川の六軒堀でこれでも越後屋十吉という小間物とせいでござりやすとまあ言った調子での。 同じ江戸懐かしい話をしながら、互いにいい道連れを見つけたきでよ。一緒に道を急いで行くと、おっつけ日しくへかかろうという自分に、ちらちら白いものが降り出しやがった。一人旅であってみねえ。時刻もかれこれ七つ下がりじゃあるし、この雪空を見上げちゃ、川千鳥の声も身にしみるようで。 今夜はどうでも日の泊まりと出かけなけりゃならねえところだが、いくら懐は寒そうでも、そこは越後や十吉という道連れのあるおかげさまだ。旦那へ、この雪じゃ明日の道はとても墓が参りやせんから、今日のうちに八王子まで乗しておこうじゃござりやせんか。と言われてみりゃ、その気になっての、 雪の中を八王子までたどり着いたと思いねもう空は真っ暗で、とうに白くなった両側の屋根が、夜目にも跡の見える街道へ、おっかぶさるように重なりあった。その下にところどころ、かけあんどうが赤く火を入れて、帰り遅れた馬の鈴が、だんだん近くなってくるなんぞは。 手もなく浮世絵の雪景色よ。するとその越後や重吉という野郎が先に立って雪を踏みながら、旦那へ、今夜はどうかご一緒に願いとうござりやす。と何度もうるさく頼みやがるから、俺も依存があるわけじゃなし。そりゃあそう願えれば私も寂しくなくっていい。 だが私はあいにくと初めて来た八王子だ。どこも旗子を知らねえが、なあにあそこの山人というのがわしの定宿でござりやす。と言って俺を連れ込んだのはやっぱり掛安堂の灯っている新店だとかいう旗子屋だがの入り口の土間を広く取って、 その奥はすぐに台所へ続くような構えだったらしい。俺たち二人が中へ入ると、帳場の前のしがみ火鉢へかじりついていた番頭が、まだおすすぎようとも言わねえうちに、意地の汚ねえようだけれど、飯のにおいと汁のにおいとが、湯気やひっけと一つになって、むんと鼻えきやがった。 それから早速わらじを脱ぎの安藤を下げた女と一緒に二階座敷へせり上がったが、まず一風呂あったまって何はともあれ寒さしのぎと、熱かんで二三杯決め出すと、その越後屋重吉という野郎が始末に終えねえ期限定後でのう、ただでせえ口のまめなやつが、大方しゃべることじゃねえ。 この酒ならお口に合いやしょう。これから甲州寺へかかってごらんなさいやし、とてもこういう酒は飲めませんや。へへ、古いしゃれだが、与右衛門の女房でわしばかり重ねがさねなどと言っているうちはまだよかったが、調子が2、3本も並ぶようになると、目尻を下げて鼻の脂を光らせて。 しゃくんだあごをおつにふって酒に恨みが数々ござるってねわしなんぞも旦那の命だが茶屋酒のちっと回りすぎたのがとんだ身のあだになりやしたああ,あだないた子で迷わせるとふるえ声で歌い始めやがる。 俺は実にもてあましてのう。何でもこいつは寝かすよりほかにしかたがねえと思ったから潮先を見て飯にすると。さあ明日が早えから寝なせえ寝なせえとせき立ててのう。まだとっくりに未練のあるやつをやっと横にならせたがご褒美なものじゃねえか。あれほどはしゃいでいた野郎が。 枕へ頭をつけたとなると酒くせいあくびを一つして「あああだないたこで迷わせる」ともう一度君の悪い声を出しやがったがそれっきりあとはいびきになっていくらネズミが騒ごうが寝返り一つ打ちやがらねえ。がこっちは災難だ。 何を言うにも江戸を経って今夜が初めての泊まりじゃあるし、そのいびきが耳へついて、辺りが静かになりゃなるほど、帰って妙に寝つかれねえ。外はまだ雪がやまねえと見えて、時々雨戸へさらさらと吹っかける音もするようだ。隣に寝ている極道人は、夢の中でも鼻歌を歌っているかもしらねえが、 江戸にゃ俺がいねえばかりに一人や二人は世の目もねねえで案じていてくれるものがあるだろうと。これさのろけじゃねえということにつまらねえことを考えるとなおのこと俺は目がさえての早く夜明けになりゃいいとそればっかり思っていた。 そんなこんなでここのつも聞き,きの八つを打ったのも知っていたが、そのうちに眠気がさしたと見えて、いつかうとうとしたようだった。が、やがてふと目が覚めると、ネズミが等身でも引きやがったか、枕、ま、元の安道が消えている。その上、隣に寝ている野郎が、さっきまではいびきをかいていたくせに、 今はまるで死んだように寝息一つさせやがらねはてな、なんだかおかしな様子だぞ、と、こう思うか思わねえうちに、今度は俺のヤグの中へ、人間の手が入ってきやがった。それもガタガタ震えながら、胴巻きの結び目を探しやがるのよ。なるほど。 人は見かけにはよらねえものだ。あのデレスケがゴマのハエとは、こいつはちっと出来すぎたわい。と思ったら、すんでのことに俺は吹き出すところだったが、そのゴマのハエと今が今まで一緒に酒を飲んでいたと思いや、いまいましくもなってきての。あの野郎の手が、 どうま巻の結び目をほどきにかかりやがると、いきなり逆にひっつかめて、ねじりあげたと思いねゴごまの生のやつめ、驚きやがるめえことか。慌てて振り離そうとするところを、ヤグを頭からおっかぶせての、まんまと俺がその上へ馬乗りになってしまったのよ。すると、あの育児なしめ。 無理無体にヤグの下から、面だけ外へ出したと思うと、ひ、ひ、人殺しーと、おこっけいが時でも作りやしめいし、規定な声を立てやがった。てめえが盗みをしておきながら、てめえで人を呼びや、せわはねえ。当変僕とははじめから知っちゃいるが、さりとは男らしくもねえ野郎だと。 俺は急に腹が立ったからそこにあった枕をひっつかんでポカポカその面をぶちのめしたじゃねえか。さあその騒ぎが聞こえての隣近所の客も目を覚ましゃ宿の亭主や奉公人も何事が起こったという顔色で手職の火を先立ちにどかどか2階へ上がってきやがった。来てみりゃ俺のまたぐらから あの野郎がもうお固い気になって、ような面を出して嫌がる始末よ。こりゃ誰が見ても大笑いだ。おい、ご亭主、とんだ飲みにたかられての。人騒がせをしてすまなかった。他の客人やおめえからよーく詫びを言っておくんなせ。それっきりよ。 もうあとは訳を話すも話さねえもね。奉公人がすぐにあの野郎をぐるぐる巻きに踏んじばって、まるで生け捕りましたかっぱのように、寄ってたかって二階か,から引きずり下ろしてしまいやがった。さてその後で、山人の亭主が俺の前へ手をついてのう。いや、どうも持ってのほかの五歳なんで。さぞま。 おどろきでございましたろうがごろようそのほか別にご分実物も,もなかったのはせめてものお幸せでございます。おってはあの野郎も夜の明けしだい早速役所へ引き渡すことにいたしますからどうか手前どもの届きませんところはいくえにもご勘弁くださいますように」と何度も頭を下げるから。 何、ごまのハえとも知らねえで、道連れになったのが私の落ち度だ。それを何もおめえさんが謝んなさることはねえのさ。こりゃほんのわずかばかりだが、世話なたわけ主たちに、あったけえそばの一杯も振る舞ってやっておくんなせい。と、祝儀をやって返したが、つくづく一人になって考えりゃ。 宿場女郎にでも振られやしめえし、いつまでもとこに寄っかかって腕組みをしているのも知恵がねえ。といって、これから寝られやせず、何かといううちにああむつだろうから、こりゃいっそ今のうちにちっとは道が暗くっても早立ちをするのが情分別だと。こう思案が決まったから、早速身支度に取りかかりの、 勘定は帳場で払っていこうと、他の客の邪魔にならねえように、そっとはしご口まで来てみると、下じゃまだ方向人たちが皆起きていると見えて、何やら話し声も聞こえている。するとそのうちに、どういうわけか、たびたびさっきてめえの話したネズミ小僧という名が出るじゃねえか。 おりゃ妙だと思っての両がけの氷を下げたままはしご口から下を覗いてみると広い土間の真ん中にはああの越後屋十吉という牧年人が縄尻は柱にくくられながら大あぐらをかいていやがるその周りにはまた若え者が番頭も一緒に三人ばかり八軒の明かりに照らされながら 腕まくりをしているじゃねえか。中でもその番頭が片手にそろばんをひっつかみのやかん頭から湯気を立てていまいましそうに何か言うのを聞きゃほんによこんなあごまのはえも今に甲羅を経てみさしい。ねずみ小僧なんぞそこのけの大泥棒になるかしれねえ。ほんによそうなった日にゃこいつのおかげで 道筋の旗小屋がみんなのれんに傷がつくわなそのことを思いや今のうちにぶっ殺した方が人助けよ」というそばからじじむさくひげの伸びた孫番んがじろじろごまの灰えの面をのぞき込んで「パントうどんともあろうものがいやはやあまた当てごともねえことを言ったものだなんでこんなまぬけ野郎に ねずみ小僧の役が務まるべえ大方ごまの灰も気がつええと言ったら面を見たばかりでも知れべえわさちげねたかだかいタチ小僧くらいなところだろう。こりゃあひふきだけを獲物にした宿のわけえんが言ったことだ本によそういやあこの野えんは。 人の胴巻もまだ盗まねうちに、うぬがふんどしを先へ盗まれそうな面だ。下手な道中がせぎなんぞするよりは、ぼうっきれの先へ鳥り持ちをつけえの、子供と一緒にさい銭箱のビタんでもくすねていりゃいい。なあに、それよりはかかし代わりに、オーラが後ろの泡畑、突っ立っているがよかんべ。 こう皆ながなぶりものにすると、あの越後屋十吉め、ちっとの間は悔しそうに目ばかりパチつかせていやがったが、やがて宿の若えもんが、皮だけを顎の下へやって、ぐいっと面をもたげさせると、急に巻き舌になりやがって、いやいやいやい、こいつら飛んだやつじゃねえかい 誰だと思ってたわごとを突き上がる。こう見えてもこのワニさんはな、日本中を股にかけた。ちっとはらの売れているごまの灰だ。譜面目にもほどがあら。うぬがしょうの文在で、聞いた風なた卓を並べやがる。これにゃあみな驚いたのにちげえねえ。実ははしごを折りかけた俺も、 あんまりあの野郎の剣幕がごたいそうなもんだから、また中段に足を止めて、もう少し下の成り行きを眺めている気になったのよ。まして人の良さそうな番頭なんぞは、そろばんまで持ち出したのも忘れたように、呆れてあの野郎を見つめやがった。が、気の強えのは孫番店での、こいつだけはまだ髭をなでながら、 どこを風が吹くという面で、何がごまの灰がえらかんべ。三年目の大湯立ちに、来獣様を手取りにした、横山塾のカンタとはおらがことだ。おらがもんで絵を一つすりゃ、うぬがようなごまの灰は踏み殺されるということをしんねえか。と、傘にかかって脅したが、ごまの灰のやつはせせら笑って、 へん苔が六十六部に立山の話でも聞きやしめえし頭から脅かしを食ってたまるものかえこれやい眠気覚ましにはもってえねえが俺の素性を洗ってやるから耳の穴をかっぽじって聞きやがれ」と声色にしちゃごろのわ割短歌を切り出したところは豪勢だがの面を見りゃ 寒いと見えて水っぱなが鼻の下に光っている。おまけに俺の殴ったところが小瓶のハゲからあごへかけてまるでつらがゆがんだように腫れ上がっていようというものだ。がそれでも田舎者にはあの野郎のポンポン言うことがちっとは効き目があったんだろう。あいつがおつに反り身になって。 ガキの時から悪事を覚えた生きたてをしゃべっているうちにゃ、来獣を手取りにしたとかいうひげのじじむせ孫番店も、おいおいあのごまの灰をどつかなくなってきたじゃねえか。それを見るとあの野郎め、いよいよしゃくんだ顎を振りの三人の奴らをねめ回して。へこのごっぽう人めら。 てめえたちを怖がるような酔い酔いだとでも思いやがったか。い,いんにゃさ、ただのごまの灰だと思うと相手が違うぞ。てめえたちも覚えているだろうが、去年の秋の嵐の晩にこの宿の庄屋へ忍び込みの、ありがねを残らずかさらったのは、誰でもねえこの俺だ。うぬが、あの庄屋様へ。 こういったのは番頭ばかりじゃあね。皮吹きだけ思ったわけえもんも、さすがに肝を潰したと見えて、思わず大きな声を出しながら、ふた足三足、後へ下がりやがった。そうよ。そんな仕事に驚くようじゃ、てめえたちはまだめえもんだ。かあ、よく聞けよ。ついこの銃も小仏峠で、 金客が二人殺されたな誰の仕業だと思いやがるあの野郎は水っ鼻をすすり込んじゃやれ府中で土蔵を破ったのやれ日の宿でつけ火をしたのやれ厚木街道の山ん中で巡礼の女を慰んだのだんだんと法もねえ悪事を喋り立てたが妙なことにはそれにつれて番頭をはじめ二人の野郎が いつの間にかあの牧年人へ陰銀になってきやがった。中でも頭体の大きな孫番店がバカ力のありそうな腕を組んでまじまじあの野郎の面を眺めながら「お前さんという人は何たるまた悪党だんべ」とうなるような声を出した時にゃ。 お,りゃおかしさがこみ上げてのう危なく吹き出すところだったましてあのゴマのハエがもう酔いも覚めたのだろういかにも寒そうな顔色で歯の根も合わねえほど震えながら口先ばかりや威勢よくなんとちっとは性根がついたかだがおれの貫禄はまだまだそんなことじゃねえ 今度江戸をずらかったのはへそくり金が,が欲しいばかりに二人とねえおふくろを俺の手にかけて絞め殺したその化けの皮がはげたからよ」と大きな見えを切った時にゃ三人ともあっと息をひいてな占領役者でも出てきやしめし小瓶から腫れ上がったあいつの面をありがたそうに見つめやがった。 俺はあんまりバカらしいからもう見ているがもなあねえと思って二三段はしごを折りかけたがそのとたんに番頭のやかん頭目んと思いやがったか横手を打って「いや読めたぞ読めたぞあのネズミ小僧というのはさてはお主のあだ名だな」と頓うな声を出しやがったから。 おりゃふとまた気が変わって、あいつがなんとぬかし上がるか。それが聞きたさにもう一度、薄っくれえはしごの中断へ足を止めたと思いねえ。するとあのごまの生え目、じろりと番頭を睨みながら、図星を刺されちゃう仕方がねえ。いかにも、江戸で噂のたけえ、ネズミ小僧とは、俺のことだ。 いにせせら笑いやがったがそういうか言わねえうちに動物類を一つしたと思うと二つ三つ続け様に色気のねえくしゃみをしやがったからせっかくのにらみも台なしよう。それでも三人の野郎たちは勝ち相撲の名乗りでも聞きやしめえしあの重吉のまぬけ野郎を仰ぎたてねえばかりにして。 オーラもそうだろうと思ってた。3年目の老友ちに雷獣様を手取りにした。横山塾のカンタといっちゃは泣く子も黙る。おらだめ、それをおらの前出てびくともする様子が見えねえだ。ちげーねえ。そういやどこか目の中に鋭すすいところがあるようだ。 本によ、だから俺は初めっから、何でもこの人はいっぱしの大泥棒になると言っていたわな。本によ、今夜は工房にも筆の誤り、上手の手からも水が漏るっす。もったが、これが盛らねえで見ね二階中の客は裸にされるぜ。と、縄こそとこうとはしねえけれど。 口々にちやほやしやがるのよ。するとまたあのごまの早め、大方威張ることじゃねえ。かあ、番頭さん、ネズミ小僧のおどうしたのは、おめえのうちの旦那が運がいいのだ。そういう俺の口をほしちゃ、旗小や冥利がつけるだろうぜ。マスでいいから五合ばかり酒をつけてくねえな。 こういう野郎もずうずうしいが、それをまた正直に聞いてやる番頭もまぬけじゃねえか。俺は八軒の明かりの下で、やかん頭の番頭が、あの飲んだくれのごまのハエにマスの酒を飲ませているのを見たら、何もこの山人の奉公人ばかりとは限らねえ。世間の奴らのバカバカしさが、おかしくっておかしくって。 固えられなかった。なぜといいねえ。同じ悪党とは言いながら、押し込みよりはかっぱらい、ひつけよりは巾着切りが、まだしも罪は軽いじゃねえか。それなら世間もそのように、大盗人よりは小スとにわれみをかけてくれそうなものだ。ところが人は、そうじゃねえ。三した野郎には無酷っても、 金箔付きの悪党にゃ向こうから頭を下げやがる。ネズミ小僧といや酒も飲ますがただのゴマの灰いといやい張り倒すのだ。おもや俺もぬすっとだったらこぬすっとにゃあなりたくねえ。とまあ俺は考えたがさていつまでもべんべんとこんな茶番も見ちゃいられねえからわざと音をさせてはしごを降りのう。 上がり口へ荷物を放り出して「おい番頭さん私は早立ちと出かけるからちょいと勘定をしておくんなせ」と声をかけると「いや番頭のやかん頭めてれまいことか」慌ててマスを孫番手に渡しながら何度も小瓶へ手をやって「これはまたお早いお立ちで」ええへ。え 何とぞお腹立ちになりやせんようにまた先ほどはええ手前どもにもわざわざお心づけをいただきましてもっともいいあんばいに雪も晴れたようでげすがなどとわけのわからねえことを並べやがるから俺はおかしさもおかしくなって今おりしなに小耳に挟んだがこのごまの灰は 評判のネズミ小僧とかいう野郎だそうだのう。へい、さようだそうで。おい、早くおわらじを持ってきさし。お母さんにおかっぱはここにありと。どうも大した盗っ人だそうでげすな。へ,へただいま。お勘定いたしやす。番頭のやつは照れ隠しに若えものを叱りながら。 そこそこ帳場の格子の中へ入ると、子細らしくくわい筆で,でそろばんをパチパチやり出しやがった。俺はそのまにわらじを履いて、さて一服吸いつけたが、見りゃあのごまの灰は、もうおみきが回ったと見えて、小瓶のハゲまで赤くしながら、さすがにちっとは恥ずかしいのか、なるべく俺の方を見ねえように、わきめばかり使っていやがる。 そのみすぼらしい様子を見ると、俺は今らのようにあの野郎がかわいそうにもなってきたから。おい、越後屋さん。いやさ、十吉さん。つまらねえ冗談は言わねえものだ。おめえがネズミ小僧だなどと言うと、人のいい田舎者は本当にするぜ。それじゃあ割が悪かろうが。 親切づくに言ってやりゃあのアホーの豪天城めまだ芝居がしたりねえのか何だと俺がネズミ小僧じゃねえとんだおめえは物知りだのかあ旦那旦那と立てていりゃこれさそんな単価が切りたけりゃここにいる孫や和騎手がちょうどおめえにはいい相手だ だがそれもさっきからじゃもう大抵切りあきたろう。第一おめえが紛れもねえ日本一の大泥棒なら何も好き好んでベラベラとためにもならねえ旧悪を並べ立てるはずがねえわな。これさまあ黙って聞きねえということに。そりゃあおめえが何でもかでもネズミ小僧だと五条張りゃ役人はじめ 真実をおめえがネズミ小僧だと思うかもしれねえ。がその時にゃ軽くてごくもん重くて張り付けは逃れねえぜ。それでもおめえはネズミ小僧かと言われたらどうする気だとこう一本突っ込むとはあの育児なしめ。 みるみるうちに唇の色まで変えやがって「へい何とも申し訳はござりやせん」「実はネズミ小僧でも何でもねただのゴマの灰でござりやす」「そうだろうそうなくっちゃならねえはずだだがひつけや押し込みまで散々したというからにゃおめえもいい悪党だ」 どうせ傘の台は飛ぶだろうぜ。とかまちでキセルをはたきながら大真面目に俺がひやかすとあいつは酔いも覚めたと見えてまた水っ鼻をすすり込みの泣かねえばかりの声を出して何あ,あれもみんな嘘でござりやす。わしは旦那に申し上げたとおり。 越後屋十吉という小間のとせいで年にきっと一二度はこの街道を上り下りしやすからよかれあしかれいろいろなうわさを知っておりやすのでつい口から出任せに何でもかでもポンポンと「おいおいおめえは今ごまのはいだと言ったじゃねえか。ごまのはいが小間物を売るとはご入国以来聞かねえことだのう。 いえ人様のものに手をかけたのは今夜がまだ初めてでござりやす。この秋女房に逃げられやしてそれから引き続きふて回りなことばかりをござりやしたからひんすりゃどんするともうすとおりふとした一時の出来心からとんだ失礼なまねをいたしやした。おはいくらとんちきでも。 とにかくごまの灰だとは思っていたから、こういう話を聞かされた時には、キセルへタバコを詰めかけたまま、呆れて物も,も言えなかった。が、俺は呆れただけだったが、孫番店と若え者とは、腹を立てたの立てねえのじゃねえ。俺が止めようと思ううちに、いきなりあの野郎を引きずり倒しの。うぬ、ん。 よくもを「そのほほげたをはりのめしてくれべ」とわめきたてる声の下から皮膚けが飛ぶマスが降るよ。かわいそうに越後屋十吉はあんなに横っ面をはらした上頭までコブだらけになりやがった。3 話というのはこれっきりよ。色の浅黒い小太りに太った男は、こう一部始終を語り終わると、今まで観客されていた禅の上の直を取り上げた。向こうに見える唐津用のナマコ壁には、いつか入り火の光が差さなくなって、掘割に望んだ一株の葉柳にも、 そろそろ墓色が濃くなってきた。と思うと三円山増上寺の鐘の音が静かに潮の匂いのする乱骸の空気を揺すりながら今更のように暦の秋を二人の客の胸に染み渡らせた。風に動いている伊予すだれ、お浜御殿の森のカラスの声。 それから二人の間にある廃線の水の冷たい光。女中の運ぶ食台の火が赤く穂先をなびかせながらはしご段の下から現れるのももうほどがないのにそういあるまい。小弁慶の一重を着た男は相手がチョ直を取り上げたのを見ると早速得利の尻を押さえながら いやはや、とんでもねえたわけがあるものだ。日本の盗っ人の守り本尊、わっちのひいきのネズミ小僧を何だと思っていやがる。親分なら知らねえこと、わっちだったらその野郎をきっと張り倒していやしたぜ。何もそれほどにご恩にやすことはねあんなまぬけな野郎でも、ネズミ小僧と名乗ったばかりに、 大きな面ができたことを思や、ネズミ小僧もさぞ本望だろう。だっとっておめえさん、そんな駆け出しのごまの灰にネズミ小僧の名を語られちゃう。彫り物の,のある小柄な男は、まだ言い,い争いたい景色を見せたが、色の浅黒い銅山の斑点を羽織った男は、悠ゆ々うゆうと微笑を含みながら、 てこの俺が言うのだから本もに違えねえじゃねえか。てめえにゃあまだ明かさなかったが3年目に「ねずみ小僧」と江戸でうわさが高か,かったのは。というと直を控えたまま鋭く辺りへ目を配ってこの泉屋の。 ジロ基地のことだ。